ハゲ制限でのプレイ9回目になります。あとは西日本進んでいくだけですので、このあたりはさっくりと終わらせていきましょう。またプレイしつつコメントいくつかもらってますので、そのコメントを読み返信しながらプレイを進めていきます。では先に長宗壁を倒しましょう。出陣するぞ、出陣するぞ。おっと、いきなり敵が動き出しましたね。ここで同盟破棄をしたので長宗壁は逃げ帰るというような状況。では我々はゆっくりと近場から攻めていきましょう。承知いたしました、承知いたしました、承知いたしました。それと合わせてコメントでも見ながら攻めていきます。でまずいただいたコメント、多くのコメントで誰々はハゲだと思うのですがみたいなコメントが多々あります。例えば前回いただいたコメントだと、上杉謙信はハゲだと思うのですがというコメントがあるのですが、こうしたどの武将がハゲかハゲでないかは、そのゲーム中でどのように表示されているかを一つポイントとしてやってますので、史実でどうかというのは必要以上にはこだわらないようにしています。で特に昔の人物なので、やはり仏門に入る人も多くいますが、その時若い人は当然髪の毛生えてますし、逆に還俗といって仏門入って再び戻ってくる人もいますので、じゃあそういう人はどうすればいいのかという問題も出てきますので、そのあたりも考えていくとキリがなくなるので、あえてゲーム中の見た目を一つ基準にして、あとはもうほとんど多くの人が知ってるようなハゲを仲間に加えていくと、そのような形でやっております。例えば来年行われる2017年に行われる大河ドラマの井伊直虎も確か仏門に入ってその後還俗して承知いたしました、いい家を継いだという経緯もありますので、かといってそれを仲間にしていくともうハゲが多くなりすぎて普通のプレイと何ら変わらなくなってしまいますので、それはそれで縛りプレイとしては面白くないだろうということもありますので、あえて見た目重視でやっております。明智光秀さんは噂をすれば影で出てきましたけど、は逃げたければ逃げなさい。おっと、何度も何度もアピールしますね。明智光秀さんはやはり織田信長と戦ってもらうためにもぜひとも仲間にしたかったところ。で次のコメントです。デンマークの首都はコペンハーゲンです。放課後生徒指導室に行くようにしてください。では次のコメントなのですが、これも谷案件なのですが、水谷正村は水の谷正村と読みます。これどの人物のことかというと、ちょっと見てみましょうか。この人ですね。これを普通に読むと水谷と読んでしまうし、私も前回水谷と読みました。ただこちら読み方見てもらうと分かる通り水の谷正村となってます。でこの谷というのを何で谷と読むのかというと、関東より西の場合は谷と読むそうなんですが、関東を含めた、東は谷津とか矢とかそういう読み方をするそうなんですね。でこれ以前にマリアと読んでしまった、大君主というか人物がいたのですが、それもマリガヤツもしくはマリアツと読むという指摘を実は一回いただいてます。
つまり、まあ、たびたび間違えたと、読み方を、この谷の読み方を。まあそういうこともありました。まあなかなか参考になるというか勉強になるというか、本当こういったコメントはありがたいと思います。なかなか言い間違いとか単純な間違い、まあ、うっかりミスはよくよくありますが、普通に間違えてることもありますので、そういったところに対する、まあ、指摘はぜひともコメントでいただけたら、こちらも勉強になりますので助かります。でもう一つ、まあ、同じ方なのですが、酒焼きを、まあ、あるんですが、酒焼きというのは何かというと、そうですね、内藤正人用で見るとこの頭の部分ですね、ここら辺反ってるのを酒焼きと呼ぶんですね。月に大と書いて酒焼き、まあ、これは普段は後ろ髪で縛ったりするんですが、戦争するときは基本的にはこの下ろしたり、もしくは後ろの方で縛る。そうでないと兜がかぶれない、まあ、兜をかぶるとまた邪魔でもあるし、まあ、そもそも酒焼きはその兜かぶると蒸れるので、ああいう髪型にしているというのもありますので、なので基本的に兜かぶるときは髪を下ろしたりするわけですね。なので内藤正人用のあの姿が正しい姿とも言えます。ただ、まあ、他はハゲでなく、なんで内藤正人用だけがハゲ扱いかというと、これも先ほど言ったように単なる見た目です。見た目で選んでますので、まあご了承ください。そうなんですね、月と大と書いて酒焼きと読むんですよね。さすがにその読み方自体初めて知りました。いや本当いろいろとコメントによって学ぶことができてありがとうございます。多分また間違えるかもしれないですね、先ほどの谷の読み方とかね。そうなんですね、扇がやつはちゃんと読めてるんですよね。これ別の人の動画で扇がやつの名前を何度も連呼していたので、それで覚えたというのもありまして、なかなか音声で名前を聞くということはそうそうないので、やはり人の動画を見たりすることでようやく理解できると。まあ、もし皆さんにとってこの動画がそうして参考になれば幸いです。でもう一つコメントを見ていきます。全くやれやれって感じですよ。何話目かでハゲ連呼というコメントに激しく抗議をすると言っておきながら、第7話目ぐらいから文字通りハゲ連呼しているじゃないですか。あの時はものすごく度量の狭い人だと思いましたね。ではその時のシーンを一度皆さんご覧いただきましょう。ハゲ連呼に草とか書いてる人いるんですね。そんな連呼した覚えないのでちょっと憤りを感じています。激しくこうしたコメントには抗議をしたいと思います。激しくこうしたコメントには抗議をしたいと思います。激しく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 、どうでしょうか。最近テレビ番組ではテロップがやたらと出るという話がありますが、いかにテロップが大事かということが分かる、普段からテロップをつけていくのも良いのですが、まあ、それはそれで結構面倒ですのでね、動画作っていく上では、まあ、その点もご了承ください。ただやはり分かりにくいところはテロップつけないともしかしたらダメなのかもしれません。さてコメント返しをしている間に、超速阿部家はほぼ制圧といったところ、もうあとはスピード上げてちょっと終わらせましょう。さてどんなハゲがいるのだろうか、楽しみですね。この四国のハゲはどういうハゲか。我が道を阻むなら容赦はせぬぞ。では次の月になったら頭髪チェックやっていきたいと思います。いやーいないですね。これは四国も文化発達してない地域ということで、京都から近いはずなんですけどね。
やはり九州などとくら、またこのふてぶてしい、多分これも水の矢と読むんですかね。ちょっと読み方この場で確認できないのは残念ですが、なんとか名前を確認したいが、残念ながらここで処断しちゃいます。さあで次どうしましょうか。普通に毛利を倒して九州上陸もいいのですが、それをやるといつも時間かかるので、毛利が戦ってる間にこちらも漁夫の利狙って攻めるという形でやっていこうかなと思います。さて今島津との同盟切れました。毛利家もいい感じに攻めていますので、その隙を縫ってこちらも別角度から攻めていきましょう。承知いたしました。いやー、それにしても暑い日が続きますね。という話をするとアイスの話をするかと思いますが、まあ、アイスの話はもう何度もしましたのでアイスは置いときます。やはり夏は暑いので、よく頭とかも髪の毛とかを洗う機会も増えるかと思います。そうした中で昔ですが、この人から聞いた話でハゲの人はシャンプーをあまり使わないという話を聞いたことがあります。いやー、ハゲはエコなんですね。やはりシャンプーをあまり使わず頭を洗うことができると。このエコなハゲをやはり皆さんもぜひ目指していただきたいと。なので高校野球の球児などはまさにそれに適したものと言えるかもしれません。まあというのもこれは学生時代に聞いた話ですので、その野球部員にハゲはエコ、これは皆さん覚えておいていただけると今の時代生きていくのに役に立つかと思います。やはりシャンプーなどを使うにしても量が少ない、もしくはほとんど使わなくていい、それこそ石鹸で頭洗えますからね、ハゲの場合は。昔本で読んだ中で女性で、まあ、髪の毛あっても石鹸で洗ってるという人も聞いたことありますので、まあ、そういったのに習ってぜひとも皆さんも、特に髪の毛ハゲの人は石鹸で洗ってみてください。そんなハゲのおすすめでした。お任せください。逃げたければ逃げ、学問のすすめではなくハゲのすすめ、これはもう少しあと数年すれば多分ベストセラーになるんじゃないかと言われてます。ハゲだと朝も髪の毛整えなくていいというのもありますからね。そのあたり皆さん、このハゲのメリットぜひ知っていただくと今後生きていく上で大変過ごしやすい日々を迎えることでしょう。着々と先に進んでいます。いいですね、毛利のおかげでここまで九州上陸がスムーズにいくとは思いもしませんでした。ここは兵糧なくなったので中で戦います。久しぶりのこの戦闘シーン、めんどくさいんでオートで任せましょう。ほんとこのオートはなんとかならないのか、自分で操作しているときは思いますよね。ただこういうときは結構楽かなと。敵城門突破しました。取りかかれ敵城門。やはりダメですね、セイロをこんなところに立ててしまった。決める、かしこまりました。挑発で敵を引きつけて館に取り付くと。いやー、坊さんは卑怯ですな。あ、ここ今気づきました。
向こうもハゲでした。これはありがたいですね。こういう人もいるという。いや、さすが九州島津家、文化の発達があるからやはりハゲがいると思わず大きい声を上げてしまいましたが、さて次はここも兵糧切れなので、ここも回戦をやってしまいましょう。兵糧がなくなったら中で戦ってしまえばいいだけですので結構楽ですね今回は。あとはしらみつぶしに倒すだけでおしまいです。いや、今回毛利をうまく活用したのが手っ取り早く終わるポイントかなと。あとはこちら海から上陸した際にこちらの方の城木月城、こことか、まあこの牛木城、この辺りで合戦で攻城戦やってしまえば兵糧切れの心配もなくなるので良いのかなと。今までは四国から九州入ると必ず兵糧切れでどうにもならなかったので、通るルートといえばこの中国から九州北部、このルートしかなかったのですが、合戦使うことによって攻城戦使うことによってあっさりと九州、四国から九州への上陸ができるようになりました。逃げたければにお助けいたします。敵将捕獲した。さて最後の2条、ここ3条ですか、ここを落としておしまいです。さてどのようなハゲがいるのか楽しみですね。島津家には滅ぼされましたと。おー、実震災、これは日震災じゃなく実って濁るんですよね。これもなかなか読みにくい、人の動画を見てああそうなんだと気づかされた名称です。おー、海藻雲もやはりこれ九州は人材揃ってますね。大友宗麟、この人は、まあ、見た目洋服見ていただければ分かるようにキリスト教徒のはずです。まあ、キリスト教といえば神に捧げよ、さすれば救われるですよね。ただまあ仏教ですから本願寺は。じゃあどうかというと、神を捧げよ、さすれば救われん、だから仏教徒は坊主頭なわけです。こうして考えてみると大友宗麟、神に神を捧げたわけですね。キリスト教仏教両方とも合わせ持ったために今回は救われます。高橋常温あたりもね坊主の可能性もあるんですけど、以前言ったようにここはゲーム中の見た目で判断をいたします。おっとこれはすごいぞ。やはりもう言った通り文化が栄えるところにはハゲがいる。なぜならばハゲは文化的だから。九州は中国からも近く、また西洋との通り道でもありますので、やはり文化が栄える伊東満州、この人もキリスト教徒ですから神を捧げたわけです。すごいね九州と。こんなところですね。何名いたんでしょうね。9名も登録武将いましたね。はい、ナムアミダブツでは残すは毛利のみ。さてここで忘れてはいけないのは黒人衆、この中にもハゲがいる、いた風魔衆、風魔小太郎、こういうふうにいるので、ここも黒人衆も忘れずに最後確認していきたいと。これも後ろに髪の毛引っ張ってるけど、これはハゲでいいんじゃないでしょうか。またやりますか。これハゲだと思う人は
サムズアップのボタンを押してください。ハゲじゃないと思う人はサムズアップのボタンを押してください。前回1でハゲとなりました。ご協力ありがとうございます。おー、大和国興福寺では、最後毛利との同盟を破棄していよいよ最後の決戦を迎えたいと思います。よし、行きましょう。毛利にはどういうハゲがいるのか、これまた楽しみですね。お助けいたします。圧倒的ですね、我がハゲは。逃げることはできぬぞ、我に打てぬ敵なし。あーっと、危なかった。最後にナムアミダブスとなったら、これほど悲しいことはないので、一人も殺さないように。これも乱世の定め。ちょっとここが怖いな。強撃されてるので誰も倒されなければいいんですけど。承知いたしました。かしこまりました。鉄道隊が、あー、ここで天命が。ナムアミダブス、悲しいことですが仕方がない。お味方、討ち死に。今現在ハゲ武将、私が認定するハゲ武将は60人いたのですが、マイナス1名になりました。皆さん忘れないでくださいね。最後ハゲ武将何人いたかカウントしますので。我らも加勢しますぞ。1人減ったと。我が道を阻むなら我らには勝てぬぞ。加勢いたす。お味方が捕獲されました。お助けいたします。おっと、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。捕獲されただと。この人物は、あ、2名も捕獲されている。必ず倒さないとダメですね。なんとかこれで解放されたと思います。危ない危ない、最後の最後でそんなバタバタと殺されでもしたら。お助けいたします。包囲します。敵将、浮かばれませんね。捕らえたり。捕獲した。いやー、長い戦いだった。敵将、捕らえました。ですがハゲでもここまでやれるということが証明されたわけですね。最初は17名のみで戦っていきましたが、今や60名近くにも及ぶハゲが集まって、このように全国を制覇している。やはりハゲには勝てない。それがこの動画で証明されました。沖縄山城を取り終えればおしまいかな。これで毛利家が滅びました。では次の月に再び頭髪チェックをやって、ハゲがいるのかどうか見ていきたいと思います。おお、一人いますね。結構長く見てきましたが、一人しかいなかったとも言えます。暗黒寺エケ、ここも一人ですね。ちょっと危ない。さて、いよいよほぼ全国制覇。一応北の方に安藤家がいますが、ここはハゲはいませんので、制圧するまでもないでしょう。現在武将61名、そして1名直前にお亡くなりになりましたので、私が認める戦国立志伝のハゲ武将の数は62名という結論に至りました。では次回、感動のエンディングをお届けしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。